リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレルのリントです。先日上げていた刑事改造の方のね、動画上げてたと思うんですけど、現在その作業中でございます。ちょっと途中までね、やっていて、まあどういう状況で作ったかっていうと、最初ね、ハンダゴテで全部ガーって溶かしてやっていこうかなと思ったんだけど、時間かかるなと思って、急遽ここからノコギリで切ってます。でここもこのままノコギリで切って、でここからノコギリで切って、でここからノコギリで切ってっていう形にしようと思ってて、今もうぐちゃぐちゃで、プラスこれまあこう置くのかな、こうになるんでね、あの場所としては。でこの天井が開いて上にワインセラーの部分が来るんだけど、これね直接ちょっと入んなくて、こうやったら、なので横切りました。横切ると今ギリギリ入る感じなんでね、こうやってね。だからねこっちも横切ろうかなって今思ってます、こっちもね。で切った後にこの表面のところがザラザラというかギザギザになるんで、今温めてるハンダゴテでちょっとここ表面をね、まあ、どういうことをするかっていうと、こういう風に当てて、こういう風に当てるとね溶けるんですよ、表面がね。すると表面のザラザラ部分はなくなるので、こういう感じでちょっと表面溶かしてやっていこうかなと思います。これ、ね、誰か一緒に住んでたらこの匂い嫌だなって、プラスチックの溶ける匂いだからね、嫌だなって言われそうなんですけど、私一人なんでプラスチック溶ける匂いも全然気にせずって感じですね。まあ火事にならないようにねやってますけども、こういう風にやると表面がね、ほらもう、あまだ固まってない。あ、この辺がいいね。うん。ザラザラ感がなくなるんですよ。ちょっと表面溶けて。柔らかめになります。あの、鋭利な部分っていうのが減るので、そういう感じにしてます。こっちも、ここ、切ろうかなと思います。で、あとは、今、夜なので、全然まだやってないので、100均とかがね。明日、100均にここの網、買いに行って、網多分2枚とかでいいよね。で、ここでもう1枚で、こっちの表面のところにもなんか網っぽいものをかぶせてやっていこうかなと思います。で、あとは、あっち、まだね、名前出てこないや。うわー、最近やばいね。ド忘れがひどい。シェフィーね。シェフィーの、横のケージのところがまだ、こう、ロの字でね、開けてないんで、あっちの方も、一回シェフィーをね、どっかに隔離しておいて、まあ、シェフィー、お風呂にでも置いとこうかな。その、作業するとき。そんな感じにして、あっちのね、ケージの方も、やっていこうかなと思います。これなんかね、これでもハマるんだけどね、ちょっとなんかね、スムーズさに欠けるんだよね。だからやっぱり、こっちの、1センチ分ぐらい切っておけばいいかなと思ってます。うん、シェフィーさんの方も、あとは横をこんな感じでね、ロの字で切って、こうね行ったり来たりできるようにしてあげようかなと思います。一旦この作業動画はここで終わります。多分次完成か、ここ網つけたぐらいの動画がこの後くっついてくると思います。それでは一旦さようなら。はい、ある程度済んできたのでちょっと作業を移してみましょうか。今ねこの部分の横のね、ちょっと溶かして、あの断面をねちょっと綺麗にというよりは、なんだろうな、鋭利な部分をなくすという作業中でございます。プラスチックの溶ける臭い匂いがしておりますね。割と私これ嫌いじゃないな。よし、あとはね最後水で洗ってこの辺をねちょっと修正していく感じなんですけど、うん、OKOK よし、ちょっとこのざらつきというのはなくなったね。でこれにすると、おお、すんなり入るね。スムーズだね、すごい。では次、こっちもね、あ、こっちも切りました、ほら。横の部分をね、
ったやつ。この切った破片はもうゴミでございますね。それは使い道がちょっとないん で、ここもちょっとこの横の部分をね、ハンダごてでこんな感じで入りな部分を少しなくしていきます。あとそう、結束バンドでねまとめる時の穴をポンポンポンって開けてあります。ここがちょっと鋭利だね。よいしょ。よし、こんな感じかな。あとここもね、横に網を張るので、網を張りそうな部分の横に結束バンドのね通せる穴をちょっとだけ作っておきましょう。よいしょ。よいしょ。で、ここと、ここと、ここに1個と、もう1個この辺で OK ですね。これで結束バンドの止められる穴はね、青と危ない危ない。あんまり揺れて動かれるので、これ熱を今持ってるので、火事になる可能性がね、ありますから。気をつけながら、うん、この辺もザラつきないね。手でやってもそんなに痛くないね。で、下にねちょっとあの粉が余っあのあるんで、ここはお風呂で軽く洗ってか。あとはこの横の部分がちょっとまだあれだね、ちょっとヤスリかけたりして、いいと鋭利な部分をなくしましょう、うん、これで水辺は完成で、横の水辺の部分、あとは天井の部分、あ、この天井の部分のここがね、開閉式のドアをつけたいので、開閉式のドア用の穴も開けとくか。よいしょ。いいよ。よいしょ。あ、全然穴開けるところ映ってないっていうね。はい、これで開閉式の穴を、あの網をね手前にも張るので開閉式になるようにしよう。あとはここであれか、止めれるようにか、止め具のところにも2個、あの結束バンド多分ここに2個は通すから、パチンって止めて、うん、ここに2個だからって考えると、この部分、こことで、この結束バンドの部分はちょっと大きめにしておきましょう。と、こっちも結束バンド用の穴をね、ここは簡単にあの外せるようにするあの結束バンドをつけるので、それがね通りやすいようにしておきましょう。よし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 、こんなもんでいかがでしょうか。で、網開けるときは上に開ける形になると思うので、ここからガチャンと開けられるようにしましょう。わあ、粉やばい。明日の朝は掃除機かけですね、これね。でもこれでおおよそ完成かな。あとはあのシェフィーさんが入ってる方のケージの真横をね、こういうロの字の状態で開けてあげればいい感じだと思います。よし、そっちも終わったらまた動画でご紹介いたします。ということで一旦バイバーイ。はい、どうも、一夜明けて、作成してる途中なんですけれども、今この横をね切って、でここの上にはネットを張ってっていう感じで作っていこうと思っております。どういう形になるかっていうと、よいしょ、こんな感じね、合体すると。で、ここの部分をロの字で開けて、でこっちに移動できるような状況を作って、でこの隙間には今ね、この隙間テープを使
おうかなと思ってます。で、あとはこの表面はちょっと今網を曲げた状態なんですけど、これちょうど曲げたらここに入るので、上下2枚ねっていう感じにして、こんな感じね、この上下2枚でくっつけられるようにして、使えるようにしようかなと思っています。あとはこの横の部分は直接結束バンドでパチンってつないでですね、あとはそこのところの中に入れてあげてっていう状態になります。で、ちなみに今シェフィーさんはここなんか、ね、脱皮したりね、うんちしたりでね、結構汚れております。シェフィーさんが浮いているまあこんな感じでね、あの今ケージ作りをしております。あと今洗ってるやつとかね、こんな感じで。さあ、残りそこの横をロの字に切るのと、あとはこの表面のところにねつけるのとっていうので終わるかなと思います。ひとまずこんな感じで頑張っていこうかなと思います。ということで、お昼くらいに今差し掛かってるので、この後ガガガガガッと作っていって、シェフィーさんのケージに完成を目指していきます。はい、途中経過でございます。今始めて30分40分ぐらいかな、経ちました。横今切ってここ通れるような状態にしました。で、一応ここにねクッション材を入れて、あの隙間を埋めてっていう状態ですね。あとはいつもの木の床をあそこに置いて、手前に、バスキングのスポット と、床置きのヒーターをね、床置きのヒーターはここにドンって、その上にバスキングの石を置いて、でその上にバスキングのスポットを置いてでいい気がしてる。で、横はこんな感じね、これもう2個くっついてます完全に。で、あそこに水容器がね入ってて、で上にワインセラーが乗っかるんだけど、そのワインセラーの水が下に落ちても大丈夫なように網目の状態ね。で、これもかなり頑丈についてるんで OK です。で、この下もここもねこういう感じで取れるようになってて、ちょっと片手ではちょっと操作しにくい部分はあるかもしれないけど、でこれでね下に行って、でこっちはそのままグッと上に持って行って上の部分にかませてやると、そしたらこんな感じで大きく開けるので、この状態で散歩出てきてもらえればって感じね。これあれをさ、あれをさ逆にしたらこれバターンってそっちに行くのかな。まあでも手前に出しといてもいいか、どっちでもいいな。まあこれはこの結束バンドは何回も使える結束バンドだから、ちょっと考えて作ってもいいな。もうこれでもこっち行ってもいいな、うん、っていうところですね。そっか、この結束バンドのこの結束部を反転して床の裏のところに入るようにすれば、これストレスなく中に入るか、そっちの方が良さそうだな。でこうやってね下ろせばいい感じ。よいしょ、こういう風にね、風になる感じ。あとはこんな感じでね。ただね、これがね、片手で操作しながらここがね、片手で操作しながらがちょっとだけむずいかな。あー、でもなんてことないかも。慣れたらいけそう。はい、っていうところですね。じゃあ実際設置して、中のね、メンテナンスというか、中のセッティングもか、していこうかなと思います。はい、ということで完成いたしました。こんな感じ。まあね、左側はいつもと変わらないんですけども、右側に大きく
水浴びできるところを設けたっていう状態ですね。プラス陸地をちょっと多めにして大きくなっても全然大丈夫なようになっております。で、上はねネットをちゃんとかぶせて、でこの辺をね結束バンドで巻いてっていう状態ですね。で今ねここは網、さっき動画でもねご説明した通り網を中に入れて外にも出られるような形に今はしてますけど、普段は閉める形になるかなと思います。ちょっと普段の状態に戻してみようか。よいしょ。画角的に難しいのでちょっと一回置きます。よいしょ。カチャンそしてこっちも取って、よいしょよいしょ。そしてマスキングライトを下に置き、よし、こんな感じでいいでしょうか。はい、こんな感じ。まあ普段はねここをしっかり締めて、これで結構力をグッグッグッとやっても私の力でも簡単には開きませんっていう状態になっているので脱走防止にもなっている。そして上は緑のネットで、こっちは普通の網って感じ で下にバスキングスポットがあって、で一応そこにねヒーティングトップが置いてある。ヒーティングトップちょっと斜めだな。よいしょ、ヒーティングトップ直した。ヒーティングトップが置いてあって、で一応ヒーティングトップが置いてるね辺もあったかい状態を保てるような構造にしてます。で、こっちの水の方は特にヒーターとかは入ってないという状態ですね。まああと中はね水のところなんですけれども、はい、水辺の水槽の中に石、これと同じ石ね置いてあって、段差になるようにしてます。ちょっと登れるようにっていう感じでね。で今もう落ち着いて寝ちゃってるね。で一応上がれるようにあそこにスロープがある感じですね。まあスロープなくても上がれたりするとは思うんだけど、一応スロープ置いてねあります。はい、こんな感じですね。でちょっと洗ったから今濡れてるんだけど、バスキング用の石があったりとかねっていう感じで、こっちの手前のところは特に何か床引かなくてもいいかなと私は思ってきます。まあ、引くとしたらなんか人工芝とかでもいいのかなぐらいな感じですね。直接ね上から水が落ちてきても大丈夫な構造になっていて、で水で濡れても辺は大丈夫なようにしておきたいなっていうところだったので、そんな感じの構造です。で隙間がねあったんですけど、そこも隙間も埋めてっていう状態で完成ですね。うん、満足している。でこれだったら修正飼育までいけると思うんですよね。サイズ的にもかなり大きい状態になってるし、こっちで眠っておくこともできるし、こっちで水浴びをすることもできるように、で大きくなってきたらあそこに入ってる石抜けばいいだけですしっていうところですね。うん、で床にああやってヒーターも置いてるんで、おそらく問題なく冬場も越せると思うんですよね。この状態だと中も26度くらいか、あそこの奥の温度でね、ここに温度計あるんだけど、温度計の温度奥の方がね温度調べられるようにはなってるんですけど、ヒーティングトップとかがあるあっち側が26度ぐらい27度ぐらいあるので大丈夫ですね。まああとこいつらね、正直な話サバンナ、まあサバンナモニターっていうぐらいなんで、夜ってね、まあそういうサバンナとか、あと砂漠とかは
夜がっつり冷えるんだよね。で、夜がっつり冷えるタイミングですごく寝だめをして、で、朝のタイミングで起きて日光浴もしつつ、狩りに出かけてっていう形のね、野生生活をしてるので、実は、寒さをしのぐ方法っていうのはこの子たち自分で知ってるんですよね。で、寒いところと暑いところがあれば自分で暖かいところに移動してくるので、そのあたりは問題ないと思います。まあそんながっつり氷点下になることっていうのはこの家ではないので、ヒーター入れてるしね、基本的に。北海道ではありますけれども、そういうところは問題ないんで、まあそんな感じでやっていけるかなというところでございます。いやー、やっとできたね。これでもう修正飼育の、ケージに関しては問題ないし、あり合わせで作ったにしては、見た目いいんじゃない？割と。うん。私はそう思ってます。あり合わせにしては、ちゃんとしっかり、ケージらしくなったかなって、私は思ってます。なんかちょっと出っ張りとかはあるけどね。はい、っていうところです。保温自体もかなりいいかな。横がプラスチックになってるんで、熱がね、逃げにくい。中にこもりやすいっていうところが良いかなと思います。はい。っていうところですね。とりあえず、この状態で、この子たちというか、シェフィーの飼育は進めていきたいなと思っております。はい。まずシェフィーがね、これから大きくなっても問題ないように、修正飼育のためのケージ作りというところでございました。まあ、またね、何かケージのところで、やっぱここ追加した方がいいかなっていう改善するところとか、それこそそこの床のところの手前どうするかとか、っていうのがね、なんとなくゴール地点が決まってきたら、それに合わせていろいろやっていこうかなと思っております。あとは脱走とかがね、実は脱走できる経路があったよなんていうことがないかどうかもちょっと確認しながら、日々、この子たちというかね、この子の飼育をしていきたいかな。まあ他の子たちもね、そうなんですけどね、脱走がないかっていうのも確認しながら進めていきたいと思います。ということでね、すごい長い動画にはなってしまったんですけれども、この子のケージ作り完成いたしました。というところでございました。本日は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、各種 SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。また、過去にたくさん動画も上がっておりますので、そちらの動画を見ていただけますと幸いです。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。